さん、こんばんは。9時半になりましたよ。クイズな絆の会の時間でーす。今日は5月30日土曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、もう土曜日、週末ということで、ゆっくりできましたか？でも私はですね、もう朝からもう活発に動いてましたよ。もう洗濯2回して、もう家中掃除機をかけて、そしてまあお昼はランニングもして5キロ走って、もう全開でございます。さあみんな、飲み物は手にありますでしょうかね。はい、今日もね暑かったですね。もうなんかマミさん、今日暑かったから麦茶で乾杯とか書いてあったんですけど、はい、じゃーん。私も今夜もね、果実酢炭酸割りでございます。みんなね、乾杯するから飲み物手に取ってください。はーい、みんなね、何を飲んでるのか教えて、コメント欄に。さあそれではね、乾杯の準備いいですか。今夜もクイズナの絆の会でね、楽しく皆さんとの絆を深めるクイズナ絆の会、今回も始まります。乾杯乾杯。おいしい。そう、今日もね、今日はマンゴー味の果実酢です。そして今日の衣装、昨日ね大好評で、もう一回ね、もう一回着てっていう何人かの方に言われたので、はい、昨日ね、もういろいろハプニングがあったので、もうみんなごめんねっていう気持ちを込めて、皆さんのリクエストでね、同じ洋服を着ています。どうでしょうか。はい、ということで始めていきましょうね。はい、クイズナはですね、 YouTube 視聴者参加型のライブクイズなんですけど、今日はねクイズではなくて、その昨日やった前回のクイズナのクイズを改めて振り返って、まあ、皆さんとの絆を深めていく絆の会でございます。もうね、皆さんと一緒にクイズのおさらいをしながらね、もっともっとこう知識を深掘りしていこうという時間ですね。もう皆さん分かってますね。はい、 OK です。そしてね、スケジュール出ています。こちらになります。はい、新しいスケジュールの方はねこちらです。次回のクイズナはね、6月1日月曜日となっております。ちょっと今出てるやつ違いますね。申し訳ないです。違うスケジュールが出てしまいました。新しいスケジュールはですね、ちょっと今のやつはなしでということで、新しいスケジュールの方はもう一度ツイッター、そしてオフィシャル、クイズナのオフィシャルサイトで載せておきますね。でも次回のクイズナは6月1日月曜日となっております。はい、よろしくお願いします。 OK。そう、でもね、ちょっと今のスケジュールじゃなくてね、新しい方のスケジュールは、今のところクイズな絆の会、そして1日休み、そしてクイズな絆の会という風なリズムでやっていってたんですけど、ちょっと、次回、来週ぐらいからは2日間ぐらいちょっと間を空けていきたいと思います。というのもこれね、クイズなね、バージョンアップしていこうと思っていまして、ちょっと我々の方でね、いろいろこうミーティングなりなんなり、こうあとエンジニアさんとかね、こうもっとみんながやりやすく楽しくゴージャスにね、もっとこうどん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  レベルアップをしていきたいと思いますので、その研究の時間とかね、こういろんなね、こう時間が必要ですので、そう、今までのペースではなかなか難しいのかなと私自身も思っていまして、ちょっと中2日休みいただいて、またクイズナをやっていくという感じで、まあクイズナ絆の会セットで 2連続でやっていくっていうリズムは変わらないんですけど、ちょっと1日休みだったのを2日間ちょっとお休みをいただくという形にさせていただきます。それもね、ホップステップジャンプのプロセスでね、大きくゴージャスにレベルアップして、みんなもね、やりやすいクイズナにやっていきたいと思いますので、楽しみに待っておいてください。そしてご理解の方よろしくお願いします。はい。そして、クイズナのね、スケジュール、そしていろんな情報などは、クイズナオフィシャルツイッターもありますのでね、ぜひそちらの方でもフォローの方よろしくお願いします。概要欄にもツイッターのリンク貼っています。そして、オフィシャルウェブサイトもできます。はい、皆さん知ってますね。なので、今後はね、皆さんからのクイズナのクイズ募集とか、あと入賞者の登録ページなんかもクイズナ .com でやっていきます。カタカナでクイズナ .com でいけますので、皆さん常にチェックしておいてください。そしてね、参加者メッセージ結構いろいろね、いただいていますので、少し紹介していきたいと思います。昨日のね、入賞者
の方からいただきました。本日はトラブルに見舞われましたが、そんな時でも明るいイクミンの笑顔で癒されました。これからも楽しみにしています。八分分さん、ありがとうございます。もう昨日はね、もう本当に顔は笑っててもね、もう汗びっしょりみたいなかなりね面白い回だったと思いますが、もうねイクミン心が広いからね、もうイクミンの皆さんはね、もういいよいいよとか、もう無理ならもう座談会でいいよとか、もう次回に回してくれていいよとか、なんかハプニングもね楽しんでくれるのがすごい嬉しくて、ありがとうございます。もうイクミンの皆さんの優しさに支えられた回でしたはい、そしてねもう一方紹介します。こちらね英語でメッセージが来ていて、ちょっと私もびっくりしたんですけど、 Hi Kuisna, I've been of Ikumi's trivia since cash show and recently find out about your new show Kuisna. I told my friends and we've been tuning in as much as we can. ということでね、 The show start at 5:30 a.m. from meBut I don't mind setting my alarm because it's so fun. ということで、ベイストさん、昨日のね、3位だった方、なんとラスベガスから参加してくれている方がいらっしゃって、これ、英語圏の方なのでね、日本語達者だと思いませんが、3位に食い込んだし、やっぱまあクイズなね、見ているっていうし、このショーを楽しんでくださるっていうことで、日本語もね堪能な方だとは思うんですけど、いやーなんかロサンゼルスからもね参加されてる方もいらっしゃいますし、アメリカからねこれを見ようと思うもんならオンタイムで、もう5時半起きなのでね、本当にありがとうございます。はい、 Thank you so much ということでした。はい、そして一番乗りコメントも拾っていきますよ。はい、今日もね期待を裏切らないこの方です。はい、じゃん。はい、KW08123。はい、Here I am! Let's start the show! ということで、ありがとうございます。はい。ナイスです。KW さんはね、どうやってるのかね、録音されていて、私のね、インスタグラムとかにシェアするときにね、動画が動いて、かつ写真もこうコラで作ってらっしゃって、かなりなんかすごい機械をマスターされている方なのかなと感心しています。ありがとうございます。はい。さあ、そしてね、昨日のこと振り返りたいと思うんですけどもね、前回のクイズナレポート、もうね、いろいろテーマやんはしていた回なんですけど、ジム・ケリーのね、ポリティカルアート、皆さんどうでしたでしょうか。もうね、皆さんの優しさには救われた回でしたという、さっきも言いましたけどね、本当にありがとうございました。ただね、トラブルがあっても前向きに、まあ、生放送、生配信、ライブ、何があるかわかりませんのでね、前向きに乗り切っていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。はい、そして今日誕生日だよという方、昨日誕生日だったよとか、明日誕生日だよ、週末誕生日ですという方は、ぜひ、コメント欄の方に教えてください。はい、スムラエンターテインメントさん、クイズの回数が減ると今までの他のライブクイズの傾向だと不吉だな。大丈夫だよね、クイズなは。そうそう、なんかこう、だんだん回数を減らしてね、フェードアウトしようみたいな、そう思ってんでしょ、イクミンっていう、考えてらっしゃる方いるかな？まあ、スムラさんもね、そう思ってるかもしれないんですけど、大丈夫よ。これね、またね、バージョンアップしたら、もうもっとガンガン行きたいなと思ってますのでね、期待しておいてください。やっぱこう、YouTube 上でやっていって、コメント欄にね、回答していかなきゃいけないっていうのが、大変なのと、プラス、なんだろう、こう、コメント欄にね、ガーってみんなの回答が出るので、やっぱ正解率がかなり高いクイズショーになっちゃうんですよね。みんなのが見えるから。ね、迷ったらね、前の人のなんか33333で見たら、あ、3なんだ、みたいな感じでね。それも楽しいかもしれない。それもね、心の精神的な保険かもしれないんですけど、やっぱクイズショーの醍醐味ってね、自分がどれぐらい知識があるのかっていうのがね、やっぱ自分の答えがちゃんと正解だったのか、他人の答えを見て参考にするのではなくてね、そういうのもね、こうスタッフとね、こうどうやったらこう自分自身と戦うはクイズショーにできるのかっていうのも、まあいろいろね考えてまして、やっぱ今のサーバー上とかテクニック上では限界があるところをもっといろいろなこうカスタマイズしていきたいっていう思いもありますので、はい、ちょっとね
その次のステップに行くまでは回数を少しだけ減らさせていただきます。ただ皆さんが思っているようにちょっとフェードアウトするもうなくなるっていうような方向性では全く考えていませんので安心してください。はい、よろしくお願いします。はい、何ブンブンですか？うん、どう？はい、もう私は入賞していませんが、入賞商品の住所登録しても OK でしょうか？私は登録しました。はい、入賞者の登録ページも事前に登録も可能ですので、ね、もう、ちょっと just in case、念のために登録したいという方は、全然ウェルカムです。登録していただいても構いません。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではね、クイズナー振り返っていきましょう。さあ、第1問目振り返っていきたいと、あ、はい、郵送可能なのでしょうか？だから昨日のハプニングは可愛かったです。ありがとうございます。と、勘だけで3位だったらすごい。初めての方も、ね、日本語が分かる人が隣にいるかもしれない。仲間でやってるって言ってたの。はい、それでは第1問目いきたいと思います。はい。第1問目、寝耳に水って言いますね。この、水っていうのは何を指しているでしょうか？もうこれまたね、初級からね、もう知るかいっていう問題だったんですけど、海水、雨水、洪水、鼻水。はい。これね、寝耳に水っていうのは思いがけない知らせとか、不意の出来事で驚くことを意味することわざですよね。さあ、この水とは一体何を指していたでしょうか？はい、答えの方はね、結構これも分かれましたよね、最初ね。はい、着払いでもいいと思いますがって何のコメント？ちょっと待って、今夜も期待を裏切らないイクミンの神々そうそう、あ、スタッフの皆さんも含めてイクミンも頑張ってください。ありがとうございます。トリビアだったのかって。はい、そうですよ。はい、答えはね、洪水でした。現在でこそね、洪水っていうのでね、こう身の危険を感じたりとか、やっぱ綺麗に川がね整っているの、整備されているので、こう、川が氾濫するっていうことは全く、なかなかね、全くじゃないんですけど、なかなかない環境なんですけど、まあ、昔の人っていうのは、川の氾濫の対策がね、まだ不十分だった時があったので、まあ、寝て起きたらね、もう洪水の音が聞こえてびっくりみたいな、そういう時代があって、そこから生まれて、作られた、ことわざだったので、この寝耳に水っていう、水は洪水の音っていうね、洪水を指しているそうです。はい、勉強になりますね。はい、寝耳に鼻水。さあ、第2問目振り返っていきましょう。サラダ油という言葉が名付けられた理由は、開発者が野菜農家、そして生でも食べられるサラダ油に、サラダにかける油、サラダの匂い。はい、もう一回しようかなと。今晩も素敵な二の腕、ね、二の腕大盤振る舞いってさ、ちょっと恥ずかしいはい、ね、こちらもね、難しい問題でしたけど、答えは生でも食べられるからということで、結構分かれましたね。これ なんてみんなはサラダにかける油って思ったんだね。ちょっとね、まあ、思考的には間違いではないんですけど、このサラダ油っていうのは大正13年、1924年に日本で誕生しました。でね、この日清オイリオって皆さんも知ってますよね。この日清オイリオが日清サラダ油という商品を開発したのが始まりです。で、なぜこうサラダ油という名前になったかと言いますと、その当時の日本には生野菜をね、食べる習慣がまだなかったそうです。で、この生野菜のサラダ、生野菜のサラダ料理に合わせるための料理として、まあ、開発されたからだそうです。はい、それまでね、日本は油、主にね、揚げ物に使われて、そのまま油を生で使うことはなかったらしいです。なので、まあ、生鮮度合いを高めて濁ったり固まったりしないこうサラサラなね、良質の油イコールサラダ油として売り出されたっていうのが要因だったそうですよ。はい、日清ですと。はい、お、結構ね、皆さん、日清精油は日清オイリオです。お、ありがとうございます。さあ、次3問目の問題に
振り返っていきますよ。はい、カフェインの量が世界一と誇っているアフリコーラはどこの国のコーラでしょう。ドイツ、スペイン、ロシア、メキシコ。これはね、一度飲んでみたいですね。カフェインの量が世界一ってなんか怖いですけどね。なんか夜眠れなくなっちゃうコーラなんでしょうかね。はい、こちらは正解は、はい、ドイツでした。このね、アフリコーラって聞いたことありますか？アフリコーラはね、1931年にできたコーラで、カフェインの量が 250mg、まあ、1リッターあたり 250mg 入っている世界一カフェインの量があるというコーラとして知られているそうです。ちょっとね、見たことないという方ほとんどだと思うので。はい、こちら画像があります。見てみましょう。こちらです。はい。そう、なんかね、こういうかっこいいコーラですよね。わ、見たことない。アメリカでもあるって言ってたかな。すごい珍しくて、コーラ愛好家の中でも飲んだこと有名らしいんですけど、一般認知は全然されてなくて、日本ではねもちろん未発売なんですけど、まあ、ドイツで作られていて、ドイツ以外でも6カ国だけしか売ってないので、かなり貴重なコーラらしいです。はい、でね、ドイツの中でももう田舎とかでしか売ってない、なんかかなり幻的なコーラらしいですよ。これね、飲んだことがある方、もしね、味の方とかコーラと同じとかね、知っている方はぜひコメント欄に教えてくれたら嬉しいです。はい、そしてね、コーラといえばね、発祥の地はアメリカですよね。ただアメリカにはね、他にももういろんなアメリカ人が愛してやまない炭酸飲料が存在します。こちらです。はい、はい、これね、見たことありますか。これがね、アメリカでは結構ね、みんな好きな炭酸飲料、まあソーダの種類なんですけど、このね、真ん中の A&W って書いてあるやつ、みんな知ってますか？このドクターペッパーとかね、コカ・コーラのチェリーコークとか、セブンアップっていうのは、スプライトと同じ味なんですけど、このね、A&W は本当にびっくりする味。前回ほら、アメリカのさ、お菓子紹介したでしょ？なんか、タイヤを食べてるような、なんか、キャンディ、そう、リクイッシュ？リクイッシュ？そうそう。それと同じぐらいもびっくりする味で、A&W のこのね、茶色のカンカンを飲むとね、どんな味がするかね、教えよっか？サロンパス。私的にはサロンパスの味がするの。もうね、サロンパスとセイロガンを足して2で割ったような味がするんですよ。だからもうね、これ飲んでみて、日本でも沖縄とかには、ね、A&W あるんですけど、この濃いカンカン の茶色のね、横にある薄い黄土色のカンカンは多分ね、バニラかな、それか違うかな、バニラ味のルートビアなんですけど、とにかくバニラ味のサロンパスプラスセイロガンの味を飲むか、もうオリジナルのサロンパスプラスセイロガンの味の炭酸を飲むか、とにかくこれを見たらちょっとチャレンジしてみて、もうほんと一口飲んだ瞬間にブエッ戻したくなります。はい、本当にね、いや、やっぱりそれを育ってね、育ったアメリカ人はやっぱ大好きなんですよね。それをね、美味しい美味しいって飲むのが信じられない。もう未だに私はルートビアは絶対飲めません。ドクターペッパーも癖があるので飲めないんですけど、もうルートビアだけはね、衝撃。だから見つけたら絶対みんな飲んでほしい。あ、クイズナでイクミンが言ってたなって思って飲んでください。はい、サロンパスです。衝撃です。はい。トスのフレスポで買えたはず？嘘。トスにあるの？トスのフレスポ？すごいインターナショナルだね、トスも。はい、トスというのはね、私の地元、佐賀県トス市の、まあ、イオンモールみたいなでっかいショッピングモールが、フレスポと言います。はい、では4問目振り返っていきます。音楽で一番盛り上がる部分をサビと言いますね。その言葉の語源は、わびさび、さびついた石、わさび、寂しい。はい。トスのフレスポの沖縄専門店ね、あったあった。そうなんですよ。ルートビアはね、沖縄、アメリカがね、ずっと領土をね、制覇というか持ってたので、アメリカの文化がすごい残ってるんでね、沖縄にはよくルートビア売っているっていうのを聞いてたので、確かに専門店あるかもしれない。
はい、では正解はわさびです。そう、あ、わびさびとねちょっと分かれちゃったんですけど、これはね正解はわさびです。お寿司などね、まあ、わさびを入れることでこうサビを効かせるっていう風に表現をするじゃないですか。でそこからね、そのサビを効かせるっていう、お寿司の、ね、わさびを入れてサビを効かせるっていう表現が、まあ、これをね音楽を聴かせるっていう、わさびを聴かせる、音楽を聴かせるっていう言葉をかけて生まれたそうです。なのでこう音楽で一番盛り上がるサビのことはわさびから来ているそうです。はい、ね、なんか意外ですよね。わびさびかと思いきや、なんだわさびから来てるんだっていう面白い日本語の由来でした。はい、では5問目振り返っていきたいと思います。はい、こちらはねクイズなレポートのクイズでしたね。次の映画でジム・ケリーが出演している映画は、ワイルドスピード、キックアース、2、スパイダーマン、アベンジャーズ。これ本当はね、ワイルドスピードって書きたかったんですけど、マイルドスピードになってますね。全然スピード出てるのにマイルドって書いて、なんか、ちょっと矛盾してるんですけどね。はい。A&W、明日トスで売れるかも。そうそう、はい、あ、これはねみんな正解率高かったですね。そうです、2番のキックアース2です。ね、キックアース2ではねジムケリー、私見てた時ジムケリーが出てるなんて全然最初気づかないぐらい意外な役で出てます。これねちょっと映像がありますのでちょっと見てみてください。キックアース2は、アメリカでも大ヒット映画、日本でもね大ヒット映画になったんですけど、ジム・ケリーのキャラクターはね、スターズ&ストライプ大佐というね役を演じています。そしてね、ちょっとこれ裏話なんですけど、全米公開、まあ、アメリカのね公開を目前にですね、ジム・ケリーはねとんでもないことを言い出してしまいます。それはね、このキックアース2の宣伝には一切僕は参加しませんと発表したんですよ。それもね、なんでかっていうと、皆さん覚えてますか ?2012 年12月14日に、まあ、コネチカット州の小学校でね、発生した銃乱射事件があるんです、あったと思います。ありました。そのね、銃乱射事件に、まあ、影響を受けてというか、やっぱりこうね、暴力を PR できないということで、まあ、これアクション映画なのでね、こうジム・キャリーはね、そして銃規制法案の、まあ、熱烈な支持者でもあるんですよ。もうアメリカの銃やめろっていうね、銃反対の方なので、まあ、そういう思いからこういうちょっと自分が出演していたんだけど、キックアス2を PR は今はできないっていうふうに発表したんですね。で、またね、原作者マーク・ミラーさんは自身のウェブサイトでそのジム・キャリーのコメントを受けてこういうふうに言っていました。ご存知のようにジムは銃規制法案への熱烈な支持者であり、彼の政治信条を意見を尊重したいと思いますとコメントして、もうオールオッケーだよと、君の言うことは分かったっていうことでね、まあハリウッドっぽいですよね。ハリウッドね、結構やっぱりこう著名人、セレブリティ、俳優、アクター、モデルの方ガンガンね政治的意見をこう主張する国なのでね、こう政治家のためにパーティーを開いてあげたりとか、トランプ大統領とヒラリーさんがこう競っていた時もハリウッドの方って結構ヒラリーさんをねこう応援していたので、結構ロサンゼルスでもヒラリーさんのためにパーティーを何回かねセレブの方が開いてあげたりとか、政治活動をウェルカム、政治発言も全然 OK な国なので、まあ映画の作品をプロモートしたくないっていう意見も尊重されるっていうのも、まあアメリカならではの文化なんじゃないかなと思います。さあ、ということで映画エンターテインメントに関連して、イクミンの現在おすすめ海外ドラマトップ3を紹介していきたいと思います。はい、もう結構みんなね Apple TV とか、まあいろいろ Netflix とか見飽きたかと思いますけど、もしこれ見ていないという方は全部見てほしい作品なので、ナンバーワンから教えていきたいと思います。1つ目、 Apple TV 向けのオリジナルドラマの一つでもあります、 For All Mankind ね。はい、これね、Apple TV Plus って聞いたことありますか？はい、もちろん Apple 社がもうね、オリジナルシリーズを作るようになったんですね。日本でも見れます。
こちらドキュメンタリーさながらなリアルな1960年代にアメリカではなくソ連がね先に月に着陸してしまった、月面到着してしまったパンチの効いた内容から始まります。こうね、アメリカがね宇宙戦争に負けたことでこれを終わりにはしちゃいけないというね、逆上して大きな歴史の分岐点が始まる壮大な物語になっています。もうね、これね、アメリカもうストーリー自体も面白いんですけども、プラスねヒューマンドラマもね、すっごいこう当時苦しかった人権の問題だったりとかいろんなことをね反映して、1960年代アメリカってこうだったんだなっていうのがすごくわかる勉強になるドラマですので、ぜひ皆さん見てください。今ねシーズン1 10話で構成されて Apple TV プラスで見れますので、はい、とても面白かったです。もうねシーズン2待ちきれない、もうハラハラドキドキします。やっぱりね宇宙飛行士ってすごいですよ。はい、ということで見てください。さあ次いきますよ。 OK、 みんな知ってる？イクミン出演してるの？イクミン I wish だけどね、まだ出演していません。さあそして2つ目、ビッグリトルライズ、セレブママたちの憂鬱というね、なんかもうダークな感じがしますね。ビッグリトルライズですよ、もう大きな小さな嘘っていうね。これは放送局、アメリカの放送局 HBO が出しているオリジナルテレビシリーズ、海外ドラマなんですけど、このね HBO っていうのは言葉とかね露出に対する規制が緩いっていうのが特徴で、結構過激なアダルトシーンなんかも多いので大人向けな映画なんですけど、このね作品も主演の女優の一人でもあるニコール・キッドマンのね、まあ、セックスシーンとかがかなり話題にはなりました。はい、で内容的にはねママ友のバトルや子供たちのいじめの問題を取り上げるだけではなくて、まあそれらのね根底となる事柄、そして DV、レイプ被害などこう現代社会が抱える闇をねサスペンスドラマ的要素も踏まえて絶妙なバランスでね描いた作品です。これね女子がハマる映画じゃないドラマ、もう私もねもううわもう一話見よう、もう一話見たい、もう一話見たいって、もうほんとね のめり込んで、もうしまいにはねプレミアまで行って、一人のね女優さんと写真を撮ってもらって、もうほんとねハリウッドのスターはスターなんだけど気さくにね写真撮ってくれてね、もうすっごい勉強になりました。はい、皆さん見てください。そして3、はい、こちらはねネットフリックスのオリジナルテレビドラマです。ロック&キーと言います。こちらはね2020年2月7日よりネットフリックスオリジナルドラマとして配信開始となりました。ね、全部で10話で描かれるダークファンタジーです。はい、ね家族のお父さんが殺されたことをきっかけに、まあ、田舎のね町に、まあ、屋敷にね移り込んだ、まあ、ロック家のお話なんですけどね、ストーリーの前にもうね出てくるお家がね、もうお家が本当に素敵なの。アメリカのこう田舎の大きな古いクラシックな、もうレトロなねお家がもうたまらないんですよ。もう壁紙とかすごい可愛くてね。でももちろんストーリー自体もワクワクドキドキが止まらない作品で、こうファンタジーなんだけどちょっとダークな感じ、ちょっとハリーポッターまでファンタジーいかないんだけどちょっとリアリティあふれる感じでとってもね楽しいので、そういうのが好きという方はぜひおすすめの海外ドラマです。ネットフリックスで見れます。はい、ということで皆さんなんか知ってたよとかなんか見たことあるよという方いらっしゃったらぜひコメントに教えてください。みんなのね感想も聞きたいんだよね。はい、おすすめを YouTube のコメント欄に残してもらいたいです。YouTube のコメント欄ってどういうこと？このチャットのコメント欄、あ、終わったらってこと？じゃあ概要欄に残しとくね。概要欄、この番組説明欄のところにリンクを貼っとくね。そしたらみんなこの回が終わった後に振り返った時に見れるもんね。かコメント欄に残しておきます。はい。何ダクちゃんと銀くん、昔授業中に教室に入って先生が話してる内容がわからない頃を思い出した。え、なんでここに今パッて入ってきてわからなかったってこと？
はい、音楽ラフマニノフだなって、あ、そうなんですね、素晴らしい、サンオトトイさんさすがです。はい、アマゾンプライムしか見られんな。アマゾンプライムもね、私大好きな作品があるんですよ。あの、あ、なんだったっけ、あの、私もね出たの、ちょっと私も出たので、なんだったっけ、アマゾンプライムでね、あの、第二次世界大戦で日本がまさかの第二次世界大戦でアメリカが負けてしまうっていう、そう、あの、メインハイキャストって英語では言うんですけど、鷹の白い男かな、鷹の城の高い男なんかそういう感じのね、あの、アマゾンプライムでも見れますので、いつかね、ちょっとイクミンの大好きなこう、ね、映画シリーズとかね、ドラマシリーズのコーナーでもう、こう、それだけ喋るっていう回もいいかもしれない話し出したら止まらないんでね、はい、またこれはおいおい皆さんにおすすめしていきたいと思います。さあ、次の問題、6問目の問題振り返っていきましょう。はい、これは英語の問題でしたね。私が皿を洗います。I will むにゃ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  the dishes ということで、はい、lick, do, clean, play。はい、さあ、このね、〇〇〇の中に入る英語は何でしょうかということで、はい、ふくふくちんさん、それ教えて。じゃあ、あの、ふくふくちんさんのために、Amazon プライムで見れるマインドハイキャストのリンクも概要欄にかコメント欄に残しておきます。はい、それかね、あの、ツイッターとかにもね残そうかな。うん、はい、いくみさんの見ている動画サイトを全部教えてもらいたいですね。もういくみさんがねチェックしてる動画サイトはねめちゃめちゃありますよ。もうほぼ全部見てる感じですね。はいあと、アメリカで見れるところと日本で見れるところ、またプラットフォームがちょっと違うんでね、それはちょっとまた調べるのがあれなんですけど、もうかなり新作はほとんどもう公開前から私は見る権利があるというか、一応ハリウッドの俳優の組合の一応会員なので、映画もドラマも公開前にあのプレミアっていうものに行って、あの、監督だったりとか助監督だったりとか衣装さんとかメイクさんとか、あと主演の方たちのこう裏話を直接会場に行って聞いたりとか、 Q&A セッションがもらえたりとか、そういうのがね、あの、アメリカにハリウッドではあるので、まあ、いろんな情報をかなり早くあの誰よりも早くあの仕入れてます、いつもはい、はい、そして、答えの方ね、答えは do でした。 do、 do、 そう、 do はね、するっていう意味なんですけど、こう、あの、 wash、 wash ってね、 wash でもいいんですよ、これ通じます。 I'll wash the dishes でもいいんですけど、まあ、日常会話っていう意味では、まあ、I'll do the dishes の方が、まあ、なんかこう一般的かなっていう、まあね、なんか wash でも OK なんだけどね、ただ日常会話で言うと、まあ、do かな。で、あの、このね、do、もう一個ね、他にね、宿題をするっていうのも、なんか、do my homework って言うんですよね。そう。その、宿題をやるっていうのも、d、do を先につけます。それもね、なんかよく使うというか、教科書とかね、こう、イエローマーカーポイントなので、覚えておくといいかもしれません。はい。これね、ちょっと、イクミンクイズというかね、クイズナーは、みんなに英語をね、覚えてほしいっていう思いもありますので、ちょいちょい英語の問題も1問ぐらい入れると楽しいのかなと思います。ワールドワイドにね、まあ、世界をね、視野に入れる、まあ、きっかけを作ってほしいという番組のね、思いがありますので、はい、今後もね、英会話というか、英語をみんなに仕込んでいきます。はい、では、7問目の問題いきますよ。はい、日常的にマジって言葉がよく使われますね。はい、マジという言葉は一体いつからあったでしょうか。明治時代、昭和、平成、江戸時代。一度いくみさんのご自身の特集クイズナーやって、ケイさん、どういうこと、クイズに関することが全部私に関するクイズってこと、どういうこと、いくみさんご自身の特集、そういうこと、いくみんの日ってこと、いくみんの日ってこと、え、はい、ステイホームするときは英語でなんて言う、ホームステイするときはホームステイする、え、ホームステイをするというのは英語でなんて言う、うん、ん、
ホームステイっていう言葉が多分日本語、和製英語なんじゃないかな。うん、だから和製英語だから、あのアメリカに留学するってことね。えだから、うん、だったら留学とかは I'll go exchange とか、そう、exchange to the America とか、そういう、そう、exchange student とか言うんですけど、あの、なんだろう、そういうホームステイっていうのは和製英語だと思います。うん。はい。イクミントリビアいいかもって。ホームステイ、ステイ、ホームステイは英語ではないよって、そうですよね。ということでした。はい。はい、答えは江戸時代でしたね。はい、このね、マジっていう言葉。今はね、こう、もう、マジやだとか、マジ好きとか、マジなんとかとかね、あの、若者言葉として定着していますが、当時はね、あの、歌舞伎の書物の中にも、マジという言葉が残っているので、今よりもちょっとね、品がある言葉として使われていたと考えられているそうです。まあね、当時はね、当時で若者が使うような、まあ、砕けた言葉が他にね、あったと言われているんですけど、ちょっと江戸時代にね、あの、江戸時代の若者言葉を今度ね、クイズに出していこうかなと。それもね、面白いのかな。歴史もね、やっぱこう、勉強していきたいと思いません？私やっぱ日本の歴史、海外に行くようになって、日本の歴史とかにすごく興味があるので、そういった感じでね、1問ぐらい出していったらいいのかなとも考えてます。はい。さあ、8問目。次のうちで金メダルの数が一番多かったオリンピックは？と。みんみん。これまたテレビで知ってましたと。そうなんだ。たまたまね、テレビで扱ってたらね、クイズナに出るかもしれない。はい。そうそうそう。これはわかりましたと。そう、正解はね、これは、はい、どこだったでしょうか。リオです。リオオリンピックね、が、あの、今のところ、一番金メダルじゃない、メダルが多かったと言われてます。とね、合計の数がね、41個のメダルをね、日本は獲得しました。で、金メダルの数だけで言うと、リオが12個、アテネが16個なんだけど、まあ、トータルのね、トータルの メダル、もう金、銀、銅の数を合わせると、はい、あの、リオオリンピックが一番、メダルがあったそうです。さあ、来年ね、東京オリンピックみんなどうなると思う？まあ、東京オリンピックね、もうホームランドなんでね、ホーム試合ということで、この41個のね、メダルを記録を超えてほしいですよね。はい。アテネが、そして合計が37個、そして北京オリンピックは意外に低い25個、そしてロンドンオリンピックが38個、日本はメダルをゲットしています。さあ、9問目。はい、007ジェームスボンドが好きなジャムは、はい、ピーナッツ、イチゴ、ブルーベリー、オレンジと。はい、三音といさん、リオ全く見なかったんで、と、無事に開催されることをみんな喜んでることを期待と。そうですね。無事に再開されるといいですね。ただね、やっぱり第2波、第3波来る。っていう感じで言われてるのでね、うん、こればっかりは本当に誰もわからないですね。もう数ヶ月先がどうなってるかわからないしね。はい、答えはいちごジャムでした。はい、あのジェームスボンドといえばですね、このコードナンバー007、このコードナンバーの由来っていうのみんな知ってる？このね、数字007っていうのは第一次世界大戦で実際に軍事利用されていた暗号コードなんだって。それに由来してるそうです。まあこれ何のコードを使われてたっていうのは公開されてないんですけど、そう、そのね、第二次世界大戦に暗号として使われていた言葉が007だったそうです。何なんでしょうね。はい、ふくふくちん、知ってる人がいるのがすごいよ。そうね。はい。はい。もうマニアックジャム問題って、ほんとね、マニアックな問題でした。これもね、イクミンクイズでしたよ。そして次の問題、ラスト問題もイクミンクイズですね。2019年時点で1億人を超えている国はいくつあるでしょうか？12個、14個、13個、15個、まあ、15個っていうよりも15カ国？うん。これもね、もう少子化問題ね、大変ですよね、日本もね。
もう先進国はもう全部ね直面していると言っても過言ではない。人口がもうどんどん、人口が増えるっていうよりもこうだんだんねこう年配の方がこう上になって、若者がこう支えられなくなってきてね、超高齢化社会に日本はもう入っていると言っても過言ではないと言われていますけども、はい、こちらもねペンネーム YT さんからいただいた問題です。地理に詳しい人ならできる問題ですって言われてます。はいはい、答えは14カ国あります。意外に少ないですねという、はい、桃原さん、ゴルゴ14 はい、地理知ってたらなぜわかるのか理解できなかったよおー、そうね、サイボーグは009、うん、確かに。さあ、それでね、昨日も言いましたがおさらいしましょう。じゃあね、人口、世界人口トップ10改めて紹介しますよ。1位はもちろんチャイナ、2位はもちろんインディア、で3位がアメリカ、4位がインドネシア、5位がパキスタン、6ブラジル、7ナイジェリア、8位がバングラディッシュ、9位がロシア、そして10位がメキシコです。そして11位はジャパン、日本が来ます。はい、日本はね世界から11位ですね、人口ね。こんなちっちゃい国なのにね、あの大きいですよね、人口ね、マーケットは大きいですよ。はい、地理に詳しくないけど勘で当たったもうねこのクイズなんで勘がね勝負だと思いますよ、本当に。はい、もう私もね地理、高校の時は歴史、日本史か世界史か地理か選択しなきゃいけなかったんですけど、そう、私はね地理を選択していて、でも全然いまだに地理がね苦手です。もう私の時はねちょうどゆとり教育に入ったばっかりの頃だったので、もう世界史とか日本史とかガバって削られて、全然歴史を学ばず地理を選択した人はね、だからねちょっと本当に日本の歴史とか世界の歴史はもう大人になってから少しずつ勉強するようになって、今でもあの勉強してます。はい、なのでクイズなにね、いくみの苦手な教科科目をねこう入れて自分で勉強していこうかなと思っております、みんなと一緒にねはいはい、エニグマさん、勉強になります。なぜ地理に、いやなんかね日本史とか歴史とかさ世界史めっちゃ難しいイメージあるやん、だけどねもう、うん、地理選びました。はいはい、ということでウィナーの方見ていきましょうね。はい、ウィナー出るかな。さあ、世界史は必須。世界史必須？なんで？世界史は必須だったのかな？小学校の頃42億だったよ。何が42億だったの？ん？日本が11位なんですね。侍の教えですね。と。そうですね。はい。はい、ちょっとランキング読んできますよ。1位、氏名非公開さん。ねえ、氏名非公開さん強いよね。で、八分分さんも強いよね。で、この3位、ベイスさん。もう見てるかな、ベイストさん。まあ、今日は見てないかな。コメント欄にね、見えてないのでね。はい。Thank you for your message. ということで、ちょっとコメント残しておきましょう。はい。4位が猫さん。5位がライブクイズ復活してさん。6位、スムラエンターテインメントさん。7位、タングステンさん。8位、ステイホームさん。9位、猫猫さん。10位、キャスリン・ジェインウェイさん。11位、イクミン・ラブさん。2位、ナナさん。3位、上沼恵美子さん。あ、違う。恵美沼上子さん。別の方言っちゃったね。で、14位が松木大地さん。15位が長屋っちさん。16位が YT91233。17位が松木大さん。あ、なるほど。松木大地さんと松木大さんがいるんですね。で、18位が東名千代さん、19位が赤ペンさん。そして他プレイヤーさんね、もう45人ぐらいいらっしゃいますけど、増えましたね。もうこれ、私さん。もうほんとね、やめよう。うん、まあ、とにかくもう結構参加人数がね増えてきたのでね、だんだんとね嬉しい限りでございますが、なかなか上位に食い込む19位のねラッキーウィナーをもらうのすら難しいというね、みんなのあの悲鳴が私には日頃から聞こえていますよ
なんでね、本当にインタビューしたいよね。なんか野球の試合でもさ、なんかいるじゃん、ルーキーインタビューみたいな感じでさ、試合が終わった後にさ、そう1位の人にさインタビューしたいよね。なんでです、なんでですかっていうのも失礼だけど、どうやったら今日はどうして1位に なれたんですかって聞いてみようか。そういう風にしたら面白いかもしれない。きっと全員多分思ってると思う、どうやったら1位になったんだっていうさね。はい、みんみん次はランクインしよう。ポジティブいいですね、好きですよ。はい。政経は政治経済、そう政治経済もね、もちろんもう好きですよ、好きというかチェックしてますよ。うん、ただ政治経済はなんかこう常にルールが変わったりするからさ、大変かなと、もし間違えちゃったこと言っちゃったらもう大変かなと思ったりもしています。はい、ランクインはなさそうだなと。ライブクイズは検索しないでくださいとは言ってませんからね。でもさ、検索するって言ったってさ、じゃあ私が言うじゃん、問題とかも画面に出るでしょ。そしてバーって検索して答えが出て、答えをポンって押すのにタイムラグってめっちゃあるじゃんね。だからそれって難しいんじゃないかなと私個人として思ってるんだけど、検索で1位を取ることができるのかな。そうですね、1位になったらイクミンのインタビュー受けられると、って、いやインタビュー聞きたくない、はいって、1位の方ってね、聞いて、あ、こうやってやってみようか。そしたらこうコメント欄で答えてくれるかもしれない。さあ本日の1位の指名非公開さんにインタビューしたいと思います。どうして今日は1位を取れたんですかってすごい失礼かな、嫌かな、でもさ、聞いてみたくない。すごい、でもみんな期待というかね、なんか注目するよね、そのコメント、指名非公開さんのコメントが。でもちょっといいかもね。だってこれはさ、ライブ配信ならではのことじゃん。そんなテレビのバラエティ番組のクイズ番組が視聴者に向けて、はいってできるわけないじゃない。だからやっぱライブクイズ、ライブ配信ならではのライブ配信しかできないことをガンガンやるべきだと私は思うから、ちょっと次忘れてなかったらこれって1位インタビューみたいなやってみるね。それで答えもう無視されたら、はいって、はい次って終わろうやってみよう。うん。あ、アレクサ、あーだって。アレクサに聞く。ね、アレクサに聞いたとしても、あれ、じゃどうする？アレクサに聞いてますとか本当にそうやって言ってきたらさ、もう衝撃じゃない？それこそもう本当にクイズな、ちょっと、ね、スタッフ一同、もっと改善していかないとさ、カンニングで1位取れるって結構、他の人がね、ガーンって思っちゃうからね、カンニングできないような環境にしてい、いたいと思います。楽しみにしておいてください。東大王が回答しているのかな？ね、佐藤さんね、ほんと東大王が回答しているかのような感じがしますよね。インタビューでクイズのレベル上がるかもって、本当上がるかな？もうこれ以上上がらなくてよくない？かなり難しいクイズだと思うよ。だってラッキークイズ1問もなくない？あ、余裕で答えれる、これ知ってるっていう答えが1問もないじゃない。結構他のクイズ番組とかライブクイズって多分ラッキークイズってあると思うのね、他のカンニングができないからね。でもクイズなどの場合はちょっと YouTube 上でこういうことをやってコメント欄でこう回答してるからさね、え、もう全部が全部難しくて、なるべくみんながこう分かれるようなクイズを作ってますので、どうなんだろう、これ以上上がったらアウトだよ。そうだね。ちょっと、もうこれ以上は上がらないよ。Don't worry って感じで。はい。久々に飲んでた。はい。またね、昨日のちょっと回の後半はね、次回のクイズナで、また、クイズナレポートしていきたいと思います。結構タイムリーだったのでね、トランプ大統領とツイッターのこうごっちゃんのクリップとかね、いろいろそういう話をしていくつもりだったので、まあいろんなことがあったんですけど、無事にね、昨日のクイズナ終わったということで、もう一回みんなで乾杯しましょう。はい、みんな持って。はい、昨日のクイズナ無事に終わって、みんな優しくフォローしていただいてありがとうございました。ありがとう、乾杯。1位ばっかりのオフ会？チャットを楽しんでます、私は。そうね、なんかチャットを楽しんでるっていう方も多い
うん、コメントにも、なんかチャットを楽しんでますとか、そうそうそう。やっぱね、なんか自分なりにこう楽しさを見つけるっていうのもいいかもしれない。醍醐味かもしれないですね。はい。やっぱクイズばっかりに気が取られてると、ちょっとディプレッションが激しいかもしれない。はい。あら、まだお茶の用意してない。クイズな絆の会ではね、冒頭の方でみんなと一緒に乾杯をするコーナーがありますので、ぜひ、いつも飲み物を片手にね、こう、飲みながら、私とのね、こう、絆を深める会にしていただけたらなと思います。はい。じゃあ、次のクイズなはですね、6月1日、月曜日ですよ。9時半からです。はい。で、また、正しいスケジュールの方はね、ツイッターと、そしてオフィシャルウェブサイトのカレンダーの方に、共有しておきますので、ぜひ皆さん、チェックしておいてください。ちょっとね、こう、何曜日にクイズのやるっていう固定がね、少し今、できない状況なんですけども、それはね、ちょっと目をつぶって、いつもスケジュールを見ながら、こう間違えてね、あ、今日はクイズの日だと思って、すごいこうスタンバってる人とかもしかしたらいるかもしれないので、きちんとスケジュールの方を見てね、自分のメモ帳なり、まあ、カレンダーなりね、丸をつけておいてください。はい。西日本通信障害消したのかなと思う。そうなんだ。なんかあったのかな？ YouTube ライブしたいと。インタビューの練習、実力、オーディエンス。明日の話題のためにだなと。やはりテーマなしの出題する側も、回答する側も少しゆとりを持って臨みたいですからね、と。そうですね。冒頭にも言った通り、ちょっとクイズな、もっと豪華にバージョンアップして、よりみんなが参加しやすい楽しい会にするためにですね、ちょっと私たちの方でも時間がね、ちょっと必要なので、こう、テクニカルなエンジニア等の、なんかもういろいろなね、機械のことをやって改善していきたいと思いますので、ちょっとね、間に2日ぐらいお休みをいただいて、またクイズなっていう感じでしていくと思います。でもね、コンスタントにやっていくので心配いらないです。はい、楽しみにしておいてください。なるべくね、なる早で、バージョンアップしていきたいと思いますので、こうご期待ということで、OK。試行錯誤頑張れ。はい、明日はないです。クイズナ明日はありません。次のクイズナは6月1日月曜日です。日曜日、明日は日曜日お休みで、その次の日の月曜日にあります。OK。はい。みんな気をつけてね。それでは、いつものお言葉でお別れしたいと思います。はい。Keep smiling, stay positive, and we're all one. クイズナ。バイバイ。